交際されるきっかけとか、どちらが告白したのかとかお伺いしてもよろしいでしょうか。やっとまともな質問が来たっていう感じですね。きっかけはちょっとお仕事で出会った方で、お仕事を何もらってんですか。いや、何ですか、笑ってる、はい、お仕事で出会いまして、はい、で、そうですね、きっかけは、なるほど、ありがとうございます、ごめんなさい、お仕事がきっかけで、お出会いになられてですね、その後ご飯に行こうよなんていうお誘いをしたり、ね、されたりっていう関係が続き、はい、付き合わないのっていう形になって、私たちって何これっていう感じで、あれなんで知ってるんだろう、寝ちゃった、やばいじゃん、なんかこう大人の関係になったとかそういうわけではなく、ごめんなさい、リコさんが率直に言わせてください、いつ告白をしてくるんだっていうことをお相手に言いすぎ言ったっていうのを自分の一面も伺いましたね、はい、言いすぎだよ、お相手の方はですね、リコさんのことが好きですけれどもなくですね、時間をかけてじっくりとリコさんにアプローチをしたいと思っていたそうなんですね、言っちゃった、全部言っちゃったよ、リコさんがこう感謝を切らしたっていうか癒やされて、早く言えよという形でお付き合いされたですね。そうですね、一言一句あってはいるんですけど、ごめんなさい、私の、ね、このセリフでこう、岡田さん、はい、今いいとこですよ、記事書くなら今ですよ、今のとこ聞いてこないと、はい、何も書けませんよ、あなた、今ほら付き合ったきっかけとかどういう風に付き合ったとかっていうお話を今全部この方がやってくれちゃったんですけど、はい、チャットでその動画送ってくださいかしこまりました、では続きの方、もう終わりかな、はい、私からもね、これまでが不滅因果ということになってしまいましたが、あなたのせいでって感じなんですけど、はい、そんなにこうなんていうんですかね、そのがめつくわゆ、まあがめついですかね、少しどうですかね、なんか、まあ、確かにちょっと私の言い方のニュアンスとかもちょっとかん、まあ、見てはいないので分かんないと思うんですけど、なんでこんなに知られてるのかなと、ここが疑問ですけど、私ここで初めて発表するはずなのにっていう、まあ、そこだけですね、はい、次行ってください、ですね、ちょっと付き合った時の気持ちはどうでしょうか。すごいもう不機嫌になっちゃった。付き合った時の気持ちいかがでしょうか。はい、まあ、それは率直にこう嬉しいというか、すごい顔がタイプなので、まあ、言い方ちょっと悪いんですけど、顔がすごいタイプの方で、やったっていう感じでしたね。今日なくなっちゃってんな。岡田寝てんな。それでは彼氏を一言で漢字で表すのどんな方ですか。はい、癒しっていう感じですかね。なるほど、ありがとうございます、はい、岡田寝てるよ、司会者も寝てるよ、最後に、はい、なりますが、はい、一応ですね、はい、視聴者の方でも気になる、はい、視聴者の方で気になる方も、1、2名もいるかなと思うので、彼氏のとのお休みなんかを、はい、聞いておこうかな。もう最初に結構喋られてたんですよね、もう彼女が、司会者の方が、その仕事で、うん、はい、座るのか座るのか、そうです、すいません、お仕事で出会って、まあ、そこから、そうですね、なんか謎に LINE を毎日するようになりまして、で、2、3度。ご飯に行かせていただいて、まあもう私のこと好きやんって思ったんですね、私は。そこでで私のこと好きやんってこう感じたんですよ。なんですけど、こう一向にね、こう何ですか、アクションっていうか、ちょっとね、告白をしてくるような感じじゃなかったので、私はしびれを切らし、お酒を飲んだついでに、お参り送ってくるのっていう一言で、This is some line. Yeah. 今日、相方とかって、味方の2ですか。相方の2個さんがですね、はい、今回、リコさんが6年ぶりに、はい、彼氏ができたよということで、プレゼントをお預かりしてます。おー、はい、なんだろう。やっぱさ
がだよね。会見には来れないけど、こちらコロッケのまんまです。うわー、何が何がどういうの入ってんだろう。こちらもコロッケのような、はい、食べ応えのあるスナック菓子となっております。これすごい美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、家から出ていただいて、とても美味しいです。本当にコロッケ、小さいコロッケ食べてる感じ。何でお前の食べてる、お菓子やろ。本当に小さなコロッケ。いや、それ違うんです、それ違うんです。買い返して、返して、そう食べたいし。おいしい。おかしいな。よかった。本当にコロッケ。メタメタコロッケ。うん、ね。そうですか、そうですか。じゃがいもと、私も食べさせて。お肉の味もして。そうですか。うん。おいしいわ。めっちゃうまい。これ、僕ほんま、普段ね、なんでブロッコリー食べられないんですよ。これやったら食べられます。ブロッコリーのままじゃない。はい。ブロッコリーなんてないなんですよ。うん、はい。コロッケ。いや、ブロッコリー苦手なんですよ。うん、ブロッコリー関係ないです。これやったらもう全然いけるんです。関係ない。冬になると日没が早くなる。うん。そういうことでもさ。いや、完全そう、うん。はい、それでは最後となりました。はい、お時間が限られているようでありがとうございました。それでは最後に、皆様で記念撮影を行いたいと思います。記者の方どうぞ前にお越しくださいませ。手前の方に。どっから出てきたこいつ。なんでお前こっち来ない。おかしいやろ、おかしいよ。ライジンみたいになってるから、ね、めっちゃライジンや。具志堅4本みたいになってるじゃん。何の写真これ。誰、どこに出す。ありがとうございます。もう大丈夫です。ありがとうございました。それでは平成グラミンゴリホさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせに、これ、はい、結構着付けとかお知らせにしたんだけどな。メイクさんとかも呼んで、着付けの人も呼んで、結構時間かけたんで、朝10時から行ったんだけどな。はい、すいません。うわぁ、なんか終わり時間なんか全然帰るよ。はい、失礼します。じゃあありがとうございました。